こんにちは、すももです。今日は白雪姫のメイクパレットを使ってメイクをしていきたいと思います。プリンセスシリーズのメイクパレットがめっちゃ好きで、ついつい買ってしまいます。あ、今はベースメイクは完了してます。で、ちょっと明日が成人式ってことで、私の成人式のこととかをお話ししようと思います。と、私の成人式はめっちゃしょぼかったです。なんかその結構、ま、成人式って大体大学生の時代だと思うんですけど、後で友達とかに何もらったんって聞いたら、他の自治体の子だったら結構なんだろう、図書カード、図書券かなんかを結構なんだろう、1000円とか2000円とかもらってて、私がもらったのはあんまちゃんと覚えてないんですけど、なんかその成人式のボールペンやった気がする。その何年度の成人式みたいな。で、もしかしたらなんか入れ間違いかもって思って市役所に電話までしたんですけど、なんか足りないものがあるかもっていう感じで電話かけたら、ボールペンだけでやってましたなんかすごいめっちゃ悲しかった。まあそれはお金のある自治体ではないし、もうしゃあないんですけど、悲しかった思いがある。で、結構私の地元って結構な田舎なんですけど、もうクラスも2クラスでやっとみたいな。でもう、うちのところはもうすごい人数が少なくて、もう廃校になってしまったんですけど、その人数が少ないと少ないですごい結構行きづらかった記憶があります。なんかすごいいじめというのも結構なんだろう、陰湿な感じのいじめが多くて、私はまあターゲットにはされはせんかったけど、なかなかなんだろう、行きづらかった、行きづらい、学校嫌いやったです。で、私はその地元の学校でやっぱり陰湿な人間関係とかが結構嫌だったので、まあ結構高校は絶対っていうか人数が多くていいところがいいなって思って、割と頭のいい学校に行きたかったんです。で、頭のいい人たちが集まってたらあんまりなんだろう、陰湿なことはしないと思ったのもあって、結構県内でも結構そのベスト3に入る学校を狙ってました。で、結構受験勉強も結構大変だったし、まあ、割と倍率が、まあ、人気の学校だったので落ちる人が多いんですけど、まあなんとかめっちゃあの時本当に勉強して、で受かって、ああよかったなって思いました。で、やっぱり高校に入ってから思ったことが、高校の人やっぱりすごいみんな、そのうちの行ってた高校っていうのがすごい文武両道の学校だったので、みんな勉強も落ち込むし、部活とかもすごい盛んな学校だったので、そういう
なんかもうみんな夢中になれるものがすごいある人たちだったので、もう高校でやっと普通の学園生活っていうのもおかしいんですけど、普通の学校スクールライフを送れました。なんか中学の時とか自分でなんかその体操服とか自分の体操服がなくなったって自分で隠して、で全校生徒っていうか学年全員をなんか学級会みたいなの開いて、なんか私のことが嫌いなんだったら直接言ってほしいなみたいなことをその人がやってて、でもその人が自作自演で体操服とか隠しててめっちゃ暇なんやなって思ったなんかその落ち込むものがあったらそんな自分で体操服とか隠したりせえへんと思うし、もう本当に中学地元はすごい嫌だったな。でやっと高校で普通のなんか学校に行けてよかったっていうのが私の、まあ、成人式はまあ行ってよかったけど、同窓会もその後あったんですけど、もう大学の課題が忙しいっていう嘘をついて同窓会には行きませんでした。で結構来たらいいのにとか、そんな課題とか置いといたらいいやんとか、まあ課題なんて嘘なんですけど、まあ大学、まあその成人式は行ってよかった、まあよかったなとは思うんですけど、同窓会には行かなかったです。うん、なんかすごい赤いな赤いなんか中和させたでもその中学がの人間関係とかがめんどくさかったおかげで、その奈良県内でも有数の進学校に行けたことは、まあそれがそういうことがないと頑張れなかった、抜け出したいという気持ちがあったので、まあ、それは頑張ることができたのは、まあ、中学がそういう学校だったからっていうのもあるかも。赤い。まあそんな感じで、まあ、今年成人式がもしかしたら中止になった方とかもいるかもしれないんですけど、まあそう、うん、大変だなって思います。で私は来世生まれ変わったら浦安市に生まれたいです。浦安市だったらディズニーでの成人式ができると思うのでめっちゃ羨ましいです。今年はなんかディズニーシーで、でも3月7日に延期になったって聞きましたので、すごい大変だなって思います。まあ、ウイルスがもうちょっと早く、まあ、終焉するのかわからないけど終焉したらいいなって思います。こちらがなんか適当に白雪姫のメイクパレットでメイクしてみました。まあ全体的に白雪姫なので赤い色が多いんですけど、まあ、鏡とかもこんな風に
花があしらわれているのですごい可愛いメイクパレットだと思います。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、グッドボタン、どうぞよろしくお願いします。バイバイ。